同盟軍が優位である。この勢いを無駄にせぬよう命令を。基地を抑えて兵器の運び出しを阻止、敵の戦力を削ぎ落とす。我々の装備は不足気味だが、敵は別だ。攻撃においてもこの補給施設の装備を使わせてもらう。メインコンピューターと燃料ステーション、ウォーカー格納庫を作り、ウォーカーに集結、共に戦うぞ。燃料ステーションを取り戻された。集結、共に戦うぞ。グレネード、ウォーカー格納庫を確保。オーバー
ネードだ。オーバーライド開始。ホロカー格納庫を奪う。することはない。敵は気づいて、反撃が来るぞ。プログラム実行中。ホロカー格納庫を手に入れる。パワーケーブル切断。システムを完全に掌握。ウォーカーが起動するぞ。メインシステム起動。駆動システムエンゲージ。 AT-AT は敵の基地に向かっている。離れず護衛しろ。帝国はおそらく蛍光ロケットで迎撃してくるだの準備 OK。 共に戦うぞ。グレネード。敵の指揮官に押されている。グレネードを使う。
エリア全体に洞窟が広がっている。グレネード、正体不明の人物が帝国に加わった。アレットの準備よ。手強そうだ。AT-AT が攻撃を受けてる。世代に負けない勇気がある。ウォーカーがダメージを受けた。新共和国に勝利をもたらせ。
無事？やつを感じる。私はまだ慣れてないんだけど。消滅により帝国艦隊は撤退。この月は反乱軍で溢れている。我々も基地を放棄し離脱する。反乱軍はウォーカーを奪い攻撃を仕掛けようとしている。連中をできる限り足止めし、重要システムの乗っ取りを阻止せよ。3カ所の守りが重要だ。急げ。止め。タルトを用意した。死を恐れるな。
ベニアル。お前たちにはできる。勝利をつかめ。ウォーカー格納庫で敵がオーバーライドを実行中。カウントダウンだ。
ブズーム、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 ズーム。ワン、ツー、スリー。取れ。これ以上敵を近づけるな。反乱軍を滅ぼせ。ジェネレーターのパワーが低下し始めた。カウントダウンだ。連中は兵器の制御区画に向かっている。そこに集まれ。主兵装とターボレーザーハブの守りを固め、敵を全員始末しろ。皇帝陛下の名のもとに執行せよ。兵装をやられた。ターボレーザーまで失うわけにはいかないぞ。
がターボレーダーに工作を仕掛けてる。グレネード反応しました。反乱軍がターボレーダーを止めようとしている。守り倒せ。司令部からのエージェントが戦闘に参加する。ターボレーザーに加え主兵装も落とされた。なんでだ。ハンガーに向かえ。奴らにこの借りを返す。反乱軍を一人として逃すな。シャトル格納庫エレベーターとハンガーコントロールを守れ。奴らも限界のはずだ。目に散った者は英雄となる。死を恐れるな。ハンガーコントロールのシステムが起動。調査より全体、全生存者へ。まさかのデススターへの不時着となったが、これが現実だ。これより全力をもって脱出を試み、必要なのは新しい船、妨害の範囲。まずはトラクタービームのジェネレーターとコントロールステーションを停止させる。すべてはそうだ。
使う。出ろ。これに援護させる。帝国軍のリーダーが現れた。名前はわからない。ジェネレーターのシャットダウンを実行中。停止を完了するまで待機。